ラジオエジです。2月22日土曜日です。相場天気予報がめちゃ遅れちゃってさ。<laughs> 今日は、あの、今ってさ、YouTube で、あの、言えない言葉がいくつもあるんですよ。で、えー、それを、えっ、ー、と、気をつけながら喋ってるんですけれども、その相場天気予報、ずっと順調に録画が進んで、 えー、もう本当に最後のあたりまで行ったところで、ついですね、コロッと、その、言ってはいけない言葉を口にしてしまったがために、そば天気報がダメになりましたと。で、あの、それなどあって、もう何回撮ってもうまく撮れなくて、今日は。今日はっていうか、金曜日は。で、遅くなっちゃいましてね、土曜日にまたいちゃいましたと。もう今日は無理かと。 もうこれは相場天気予報今日はもう始まって以来のお休みかと思いましたけれどもね。で、まあ週末に展望を出すんだからもういいかとも思いましたけど、まあ天気予報は天気予報、展望は展望で内容が違うんでね、やっぱりやった方がいいということでやりましたが、一時過ぎてしまって、今アップロードして、えー、そのアップロードの処理を待っている時に、時間でこの動画を撮っています。サブチャンネル。もう <laughs> 喉が限界になっちゃって、喋ってるともう咳が出そうになっちゃいますね。もう意外がいがってなっちゃって。<laughs> もう喋りすぎですね、明らかにね。もうだから、3時間ぐらい喋ってるんですかね。僕は喋物喉が結構強い方なんですけど、えっと、さすがにここまで喋るとね、さすがに喉痛いですね。あと、ベイがね、痛くて今日。だ、なん分かります <laughs> 切れてるんですよ。でそれもあってしゃべると痛くてまあ、みたいな形で大変だったんですが取り終えました。で,でちょっとあのドル円の会について、えー、と一応一旦まあ慎重にやるんだったら一回言ってしまった方がいいっていう話に変わってきたわけですけど僕の意見がね。 それを早く伝えたかったんですけど、なかなかそれがお伝えできなくて、一応ツイッターではね、簡単に伝えたんですけど、その真意がね、なかなかわかりづらいと思うわけで、で、それをしっかり点検法で説明したんですけど、もうちょっと早くあげたかったですけどね、ちょっとできなかったです。えー まあ、今ね、ほんと難しいんだよね。あの、YouTube の動画。あの、多くの人が苦しんでるんですけど、その、えー、困ってるっていうかね、みんな困っちゃってると思うんですけど、本当になかなかね、使えない言葉があるんですよ。で、その言葉を使うと、うまく、ね、えー、なんていうんですか、えー、チャンネルが、あの、あ危なくなってくる。<laughs> チャンネルが、存続が、だんだん危なくなってくるんですよ。 だからそういう意味で、本当に気をつけながら喋らなきゃいけないんですよ。それが、えー、たまたまね、ずっとできてたんですけど、コロッとできなくなっちゃって、でできなくなっちゃったから、コロッと言っちゃってきね。で、取り直し。その前にもいろんな他の原因で取り直し、取り直してやってって、で、連続で取り直しやってるとね、僕、あの、えっ、ー、と、なんだ、な、えー、編集なしで喋るから、 何を言ったか言ってないかわかんなくなっちゃうんだよね。<laughs> ということで。<laughs> ということで、えー、そういうふうで、ちょっと時間変わってしまってごめんなさい。えー、そんな風になってしまいましたけど、なんとか取り終えて、えー、アップロード今しております。これ大事な話をしているんでね、ぜひ見てほしいなと思います。はい。